第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦ビルマの戦いラムリー島の戦いラムリー島の戦いは太平洋戦争中の1945年1月21日にビルマのラムリー島を奪還するためにイギリス軍が上陸し日本軍と戦った戦闘。約1ヶ月の戦闘で日本軍は敗れて撤退しイギリス軍が島を占領した。 島には飛行場が整備され、イギリス軍の乱軍進行作戦などに活用された。1942年にビルマゼンドを占領した日本陸軍は、ラムリー島を第28軍の第54師団の守備地区に含めていた。ラムリー島は、日本軍拠点アキャブへの海上補給船の要所であり、 飛行場の整備も可能であった。そこで、第28軍も当初は、ラムリー島を極力確保する方針で、1943年9月末の時点ではラムリー島と、南隣のチェドバ島に、第54師団霊下の不評第121、連隊の2個不評大隊や2個砲兵中隊などを、配置していた。 1943年12月30日から31日には、イギリス艦隊がラムリー島に艦砲射撃を加え、小規模な地上部隊が一時的に上陸したが、特に大きな陸戦にはならなかった。第5飛行士団の重爆撃機12機と戦闘機14機が2波に分かれて、イギリス艦隊を追撃し、命中爆弾一発を報じたが、護衛戦闘機との交戦で、 重爆5機と戦闘機1機が悲劇い不時着する損害を受けた。イギリス側の護衛戦闘機は、第136飛行隊のスピットファイア12機で、1機を、失っている。1944年のインパール作戦に敗れた、日本のビルマ方面軍は、アキャブ島の放棄などを決断した。そこで、編成外や、第2次。 アキャブ作戦の失敗で戦力が低下していた第28軍は、アキャブ放棄により、ラムリー島の戦略価値も低下したとして、守備の重点を本土に集中させることにし、不評第121連隊の第2大隊のみを、残して、守備隊主力を本土のタンアップなどへと移した。同年7月策定の第28軍の迎撃計画。 観策戦ではラムリー島とチェドバ島は確保を断念し、飛行場利用妨害のための自給戦地区に留められ、現地の第54師団も同様に決戦は回避する方針を立てた。両党はタ単合プ地区隊の管理下とされた。一方、1944年後半、ビルマ戦線での本格犯行に移ったイギリス軍は、マンダレーやメイクテイラなど中部ビルマ方面への 航空支援用拠点を確保するため、アキャブ島及びラムリー島を占領することを決めた。同時に、両島への日本側の陸上交通を遮断するため、ベンガル湾岸のミエボンへも上陸することにした。当初は1月の小規模攻撃と3月の本格攻撃の2回に分けて行うつもりであったが、アラカン山脈での地上進撃が予期したよりも順調であったため、 1>, 1月の全面進行へと予定が繰り上げられた。ラムリー島上陸作戦は、マタドール作戦、南隣のチェドバ島上陸作戦は、サンキー作戦と命名された。イギリス陸軍第15軍団司令官、フィリップ・クリスティンソン中将を指揮官に、参加兵力は、英イ軍の第26インド師団のほかイギリス海軍の戦艦一隻、護衛空母一隻、 軽巡洋艦その他からなる艦隊、部隊輸送用の各種輸送船、揚陸艦9隻と上陸用、終艇55隻及び、モーターランチ20隻、イギリス空軍、第224航空軍などとなった。1月21日、ラムリー島を爆撃する連合軍の B-24 爆撃機。軽巡洋艦ケニアから、木造ボートでチェドバジ島へと上陸する、イギリス海兵隊。 イギリス軍は、大型の輸送艦、揚陸艦はチッタゴン、軽巡洋艦、フィービア、駆逐艦、小型集艇は、アキャブで戦団を組み、ラムリー島へ向けて出航した。1月21日朝、戦艦クイーン、エリザベスなどの艦砲射撃と、B-24 爆撃機や、P-47 戦闘機の空襲で、連合軍の攻撃は開始された。 第一陣として、第26インド師団の第71インド両団が、ラムリー島北端のチャウッピューンに上陸し、共闘法を確保した。初日のうちに兵員7000人と、車両121両、物資70トンが揚陸された。水際での日本軍の抵抗は、ほとんどなく、損害は上陸要集艇とモーターランチ各一隻が、嫌いで沈没した程度だった。 航空部隊も事故で2機を失っただけで済んだ。翌日には第4インド旅団が西岸から上陸した。26日にはチェドバ島にもイギリス海兵隊などが上陸し、無欠占領した。日本の長沢連隊長はイギリス軍の上陸時にたまたまラムリー島を部隊検閲に訪れており、進行を知るとすぐに部隊に戦闘態勢を取らせた。日本軍は 島の中央部を東西に走る、ヤンボーククリーク南側に陣地を、構築済みで、そこに主力を配置して防戦した。25日に、長沢連隊長は、師団命令に従って、タンガップに大発動艇で交代したため、以後の指揮は、不評第121連隊、第2大隊長の井のまたちから少佐が引き継いだ。日本の第5飛行師団は、 1>, 1月21日、飛行第64戦隊の一式戦闘機8機と飛行第8戦隊の軽爆撃機3機を出撃させ、ラムリー島沖のイギリス艦隊を攻撃した。日本軍はイギリス艦船2隻を沈めたと報じ、被害は一機損傷であった。島の北西部から東海岸へ向けて進撃するイギリス軍に対し、日本軍は、 ヤンボーククリークとかの瞬間を捉えて、反撃を実施し、一時後退させることに成功した。だが、次第に、イギリス軍が優勢となり、日本軍は、ラムリー村北方の東海岸近くの深く、陣地へと追い詰められた。イギリス軍は、日本軍の本土への退路を断つため、1月30日には、ラムリー島南端沖の小島サグ島に上陸し占領。 翌31日には、ラムリー島南端にも上陸用、終停4隻で、兵員120人を上陸させた。駆逐艦2隻が、艦砲射撃で支援した。日本側は、ラムリー島南端には1個中隊を配置していたが、応戦しつつ交代して、大隊主力へと合流させた。2月9日、日本の、第54師団長の宮崎重三郎中将は、 長沢連隊長にラムリー島からの全軍撤退を命令した。輸送用に小発同艇4隻と挑発した小舟約100隻が送られたが、11日有国に徴用小舟数隻がついた他は撃沈されるか試算してしまった。現地の井の少佐は負傷者だけでも船で脱出させようとしたが失敗し、島内での遊撃戦に移ると愚心した。それでも、 長沢大佐は撤退を諦めず、泳いででも脱出するよう指示した。第28軍司令官の桜井正蔵中将も、玉砕は避けるべきとの意見であったと回想している。撤退の援護のため、日本軍は航空機によるイギリス軍封鎖艦隊の排除を試みた。2月11日には飛行第64戦隊の一式戦闘機12機が爆走して出撃し、 駆逐艦一隻撃沈、一隻大破、巡洋化に一隻損傷の戦果を報じた。イギリス側記録によると、P 級駆逐艦パスファインダーが大破し、修理されないまま戦後に廃艦となっている。2月18日夜の渡カ時にも、2機が、クリーク内の連合軍法廷を爆撃したが、効果はなかった。2月13日に陣地を出た日本軍守備隊は、 2月18日夜半、本土との間の民間クリークを泳いで渡下を開始した。一帯はマングローブが茂る湿地で、水路の中央300メートルほどは、水深が深く泳ぐ必要があった。途中で溺れかけた兵士の一人が大声を上げた。ことから、法廷に発見され、サーチライトによる、照射射撃を浴びてしまった。混乱のうちに大部分の将兵は、 引き返そうとしたが、井の又大隊長などは戦死し、一部は英軍の官邸に捕虜として収容された。約50人だけはそのまま対岸に渡り切った。浜辺に戻った日本兵は、陸海から集中砲火を受けて、多数が死傷し、バラバラになって山中に落ち延びた。島民は引き続き、日本軍に有効的で、食料や船などの手厚い援助を日本兵に与えた。 そのおかげで3月中旬までに守備隊の半数にあたる約500人の日本兵は本土のタンガップへと集結することができた。2月22日、イギリス軍の公式記録ではラムリー島での戦闘が終わったとされている。なお、日本軍の撤退時に徒化中の多数の日本兵が野生のイリエワニに襲われ命を落としたとする説があり、ギネスブックにもワニによって 約千人もの日本人が犠牲になった動物がもたらした最悪の災害として搭載されている。しかし、日本側の戦死草書にはワニに襲われたとする記述はなく、前述のように現地人の支援により比較的に多数の将兵が後に無事に島を脱出している。この事件を追ったドキュメンタリー番組でも、 トカ中に射撃され、命を落とした日本兵の死肉に、翌日あまりにも多くの入り江ワニが群がっただけと推測されている。この調査により、2017年度版、ギネスブックでは、少なくとも死亡者の数については、疑問が提されると追記された。1944年6月から1945年5月のビルマ戦線の戦況。左下の図を見ると、 ラムリー島からの航空機の行動範囲が読み取れる。戦いの結果、イギリスを中心とした連合軍は島の占領を達成した。日本軍は守備隊のうち約半数が戦死し、残りの多くは本土のタンガップへと撤退して地区体主力に合流した。少数の日本兵はラムリー島に残り、現地住民によってかくまわれて終戦まで潜伏していた。 連合軍は、ラムリー島を航空基地として整備し、以後の作戦拠点の一つとした。ラングーンへの進撃の際には、ラムリー島及びアキャブ島の飛行場から、第224航空軍の航空機が、地上支援を行った。第28軍は、再編成により、第2師団を抽出されていた。また、先の第2次、アキャブ作戦で、 第55師団が大損害を受けていた。第28軍司令部の希望としては、監視用の1個中隊程度を残すだけとしたかった。しかし、ビルマ方面軍司令部の指示で、なるべく時給を図ることとなった。そのため、配備兵力も1個大隊となった。タンガップ地区隊は、不評第121連隊を機関に、砲兵第54連隊の1個大隊と捜索第54。 連帯第4位中隊、公平第54連帯の一部からなる。ありがとうございます。